京都の語り部、世界を旅する YouTuber、ヒッシーでございます。今日は博多座に、市川團十郎襲名披露興行を拝見しに参りました。役者の上りが立っておりまして、よろしくございます。この博多座でございますけど、大変便利です。まあ東銀座の歌舞伎座がこのアプローチを勉強したという感じでありますが、地下鉄からエスカレーターでまっすぐ上がってくると、そこは博多座の玄関というふうになっておりまして、これは大変バリアフリー的にもですね、大変よろしくございます。満足しております。6日の夜の部とですね、明日7日の午前の部、これが予約が取れておりまして、まだ若干夜の部が始まりますまでに時間ございますので、それから中洲界隈をですね、散策でもしようかと思っておきたいでございます。はい、それで、これがですね、今月のポスターでございます。午前の部は歌舞伎18番のうちから矢野根、そして歌舞伎18番のうちウイローですね、8代目新之助さんが演じられます。そして3番目はですね、歌舞伎18番のうち上清ということでございます。そして夜の部、本日ですけど鞘当てですね、それから襲名披露興行があります。ここで海老蔵さんが團十郎さんになられるときに、睨みというのをなさるはずでございます。一つに読んでみせますと申しますと、大向こうからですね、成田屋と大向こうそして、最後3番目はですね、歌舞伎18番のうちしばらくと、こういうふうな構成になっております。こちらもですね、芝さん、千尺さん、博多郎さんなどの上りが見えております。これちょっと話題がつくかもしれませんけど、今、話題が三尺さん、芝居ネタで中村中蔵というのを演じられるようです。中村中蔵は5段目の小野の定九郎、これをですね、大変な役回りにしたという方でございます。いわゆる
かりました。それでは今日またご覧になります。ご覧くださいませ。博多が9月6日の昼の公演は満員御礼だそうでございます。こういうあれはでし歌をキッシーの会社も一回は出してみたいなと思っております。はい、笑ってすみません。これ、大変不謹慎でした。では夜の部1番組さやあてが終了いたしました。次が工場であります。新之助さんの登場です。次の工場の幕を待つ客席でございます。タイニーはご祝儀も13代目市川團十郎白猿上映、そして8代目新之助上映というこういうことでございますね。そして、この私はこのボタンの縁を見えて仕方がないんですが、お嬢さんのボタンを発したっていうのかもしれません。博多が私は初めて参りましたけど、大変ゆったりとした雰囲気の芝居小屋でございます。これですとオペラもできます。の飲食員さんも大変親切でありまして、後ろの方でこっそり取っておりましたが、前まで行って取られたらどうですかということで取っております。2階の客室でございます。ご覧いただいても、特効感的にですね、たっぷりとしたいい空間になっておりますね。感動しております。三階席もここから見えます。こうなってきますと、ついでに三階席も撮影したくなります。はい、それでは3階席見てみます。こちらは三階席でございます。先ほども申しましたように、オペラの上演などにも適しているというふうに感じております。まもなく襲名披露工場ですね。お二人の襲名披露工場が始まるわけでございます。実際に席で感激したいのでございます。新しく襲名されますお二人の工場が終了いたしまして、お食事タイムでございますね。一人で来ておりますよ、大変さ寂しいございますが、このようなちらし寿司のお弁当を出ていただくことにいたします。感じたところですが、佐野さん、中村大玉さんですが、お父さんですね、歌右衛門さんがお亡くなりになるまでずっと襲名披露公演などございました。大変進行役を務められて
方が今ワイヤクさんが今日の進行役でございました。時代を感じさせるものでございます。歌舞伎のことと言いますか、そういうものを感じました。そして今日のですね、十三代目さんの苦味および工場もですね、スマートでございまして、癖がない、吹っ切れた感じがしております。そして勘玄君の、いや、新之助さんの、ね、八代目新之助さんの工場も、これはもうお母さん譲りといいますか、そういったもので、大変威発な工場でございました。市川宗家の松松のいやさか、これをお祈り申し上げております。ただいま午後6時40分、三本ですね、さやて工場、そしてしばらくを見て、これで打ち出しでございます。間違い、ま、工場終わりますと最終の東京行きの望みに間に合うのではないかと、そういうようなこともございまして、そういうタイミングの設定かもしれません。また明日11時から体験しに参ります。久しぶりにたっぷり歌舞伎を見たという感じがいたしております。江戸の歌舞伎を博多で見て面白いでしょうかと思います。おはようございます。博多座の十三代目團十郎襲名披露興行二日目を見に来ております。これから昼の部を拝見しに行ってまいります。一番目の幕開が間もなく終わりまして、これから運動でございます。ただいま昼の部の終演でございます。2幕目の8代目、市川新之助君のウイロンにも、しっかりとしたものがございまして、その後ね、かなり気温大変立派な公園でございました。2日間に及びまして、この近畿13代目市川團十郎の白猿襲名の興行、博多座にて堪能いたしました。明日からまた元気を出して、京都で仕事をしてまいります。以上です。ちなみにこれから太宰府天満宮に参詣してまいります。それでは